エミリンチャンネルさあ始まるよ。サタデーナイト、違います。はい、おはようございます。エミリンことマサミです。さあ今日なんですけれども、なんか YouTuber って子供の頃の夢とかを叶える系 YouTuber 多いじゃないですか。なんか私も子供の頃すごい夢みたいな体験とか、あの頃良かったなと思う経験がしたいなと思って考えた結果、七五三だなってなったんですよ。今日は七五三の写真を撮るあの時の体験をもう一回したいっていう私の願望を叶えに来ました。はい。なんか何が良かったかというと、子供の用の写真館とかってすっごい優しくしてくれるんですよ。はいはい。なんかお姫様みたいな扱ってくれて、可愛いね可愛いねっていっぱい言ってもらって、ちとせ飴とか持たせてもらって、写真撮る時も笑えないじゃないですか、うん、それもなんかちゃんと笑えるまでなんかうるるみたいな感じで、プロのスタッフさんがあやしてくださって、はい、笑えるようにしてくださる、なんかもうお姫様じゃないですか、そんなんしてもらえるの。その体験をしたい。なんならもう当時にタイムスリップしたい。七五三の写真を撮ったわけじゃなくて、あやしてほしいってこと。あやしてほしい。お姫様扱いをしてほしい。お姫様扱いして3歳みたいに扱ってほしい。っていう欲。っていう欲。優しくされたい。向こうの人はそう扱ってくれるんですか。頼んだんですよ。今日一日3歳児として扱ってくれませんかって頼んだら、いいですよって。なるほどね。今日だけは27歳の赤ちゃん帰りです。着物の格好になった瞬間から心3歳になっちゃうんですよ。はい。だから気をつけてください。いや本当気をつけます、それはマジで。機嫌悪いこととかやったらマジ機嫌悪いです。わかりました。ちゃんとご機嫌取りしてもらわないとあれなんで。ちゃんとしつけもしますね。しつけもですか。ちゃんと甘やかせないぐらいで。あ、そうですね。だから本当にそのつもりでやってもらって、はい、私はもう本当に冗談抜きで、私は3歳児になるから、ガチ、これ 目見て、ガチで言ってる人の目してるよ。3歳児になるから絶対に、はい、これはもうネタとかじゃない。ここみんな3歳フィルターを通してみてほしい。ちょっとあれですね、今更なんですけど、僕の負担大きそうですね今日。気づいちゃった。大丈夫かな。はい、今着物選んで、まもなく3歳児になります。私ちょっとだけ入ってる。でも怖いじゃないですか、笑わなかったりとかしたらどうしようとかなるじゃないですか。怖いじゃないですか。めっちゃ思ってます。だからチー君怖いだろうなと思って、どうしようもなかった時のご機嫌取りグッズだけ一応持ってきたんで。何ですか、怖いんですけど。もしなんかやばいなと思ったらこれ渡してもらったら、多分3歳児のエミちゃんこういうの好きだと思うんで渡しておくんで。もう見ていいですか。はい、いいっすよ。見ますか。どうですか。疲れました。ドット疲れました。ドット疲れました。脱ぎたい。あ、やば、そうだ、そうだった。脱ぎたい。そうだった。何歳ですか。何歳ですか。はい。今日写真撮影できますか。いやー。なんでしゃくれてるんですか。いやー。頑張れます。いやー。やばいわ。どこ行っちゃった。なんで撮ってるの。うわ、これちょっとやばいな、大変だわ。なんで撮ってんの。マジでちょっと早く担当じゃないと。ちょっとさん、早く来てほしいですわ。撮ってんの。撮ってます。イエーイ。これマジでどんな感じなんですか。その写真撮影する人はどんな感じなのかマジわかんないです。練習中の呼吸。どうしました。エレベーターを経て若干どうしました。今多重人格状態なので、27歳の自分にも一瞬戻ってます。いやマジ不安でした。今日大丈夫かな僕っていう。はい、多分もう間もなく撮影始まったらまた3歳の子帰ってくるんで、はい、頑張ってください。そういうの向こうの方に任せる。そうですね、写真のスタジオの方がプロで、はい、いつも子供の撮影とかもしているようなカメラマンさんと、あのメイクさんなんですけど、もうプロでやられてる方がいるので、はい、あとは任せてもらって大丈夫です。気分的に女兄弟が本当学校で滑ってるみたいな感じ。滑ってるとか運動会でこけたみたいな感じです。あ、入ってた。なんかしゃくれるんですね、その三歳児エミリンさんのイメージ。今日七五三できる。いやでも可愛くなるから。プリクワみたいな感じで。プリクワ、うん、プリクワ。あれね、はい、ラプンツェルは髪が長くて可愛いけど、うん、アリエルは髪が長くて可愛い。どっちが好き。プリクワ。いや、ラプンツェルかアリエル、どっちが好き。プリツェル。プリツェル。プリツェルが好き。プリン味のプリツェル。え、ごめん。プリン味のプリッツェルじゃない。ごめんごめんごめん。数値からすご。数値からすご。なんで。どういうイメージなんですか、三歳。数値からすごいんですけど。ああ、あ、入っちゃった。プリプリプリッツェルが。プリ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 味が。ごめんごめんごめん。プリン味のラプンツェルなんかないから。写真撮る。もうよかった。今からエミちゃんを写真撮る、うん、あ、撮れる。大人が撮ってくれるらしい、うん、大体大人が撮るからね。大人ってすごい。早く大人になりたいけど、ピーターパンが好き。すいません、お願いします。手に負えない。こんにちは。すごい、今日可愛い着物着てるね。恥ずかしいかな。お写真撮ろうか。お写真撮ろうか。写真撮りましょうね。エミちゃん、ワンちゃんは好きですか。名前つけてくれるかな。ポチポチ、じゃあポチね。お願いします。お願いします。じゃあ今日はお姫様なので、手を真ん中に持ってもらえますか。エミちゃんが好きなお姫様は誰ですか。ラプンツェル。ラプンツェルが好きな
なの？カプセルはどんなポーズをするのかな？教えてくれる？髪の毛サラサラーってして、パスカルと友達、はい、ピキピキね、こっち呼んでるよ、エリちゃん。カプセルのポーズできるかな？すごい、セクシー、かわいいね、触りたい、触る、かわいい、疲れちゃった、かわいい。でもアリエルは着物着てないから、アリエルじゃない。アリエルじゃないか。じゃあアリエルになるためにポーズを練習してみようか。うん、じゃあこっちに行って。なんで？こっち見てね。かわいいね。こっちだよ。かわいいね。ニコってしようか、ニコって。かわいい顔だね。あ、すごい。ここに何か見えるかもしれないよ。覗いてみて。いい笑顔だね、かわいいね。ちょっとお話ししようか。こんにちは。こんにちは。ちはいい子だね。えみちゃん、好きな食べ物は何ですか？焼肉。焼肉が好きなの？僕はね、花見が好き。えみちゃんはいつも何してるの？ウーバーイーツ。設定どうなってるの？ウーバーイーツって何？うーん、あー。えみちゃん。えみちゃん、えみちゃん、ちょっといい？お写真見ようか。写真あるよ。横幅がでかい。なんか演歌歌手みたい。えみちゃんどうこれ？怖い。どう？ヒステリック。これかわいい。ポーズがすごいかわいいんだけどな。もう一回ですか？どうえみちゃん？えみちゃんどう？かわいいかな。僕はかわいいされました。ちょっともう。お姉さん笑ってるから悔いが感じちゃう。これはちょっと、うん、震えてるお姉さん。腹抱えてますよ。全然いや全然受けたから嬉しい。動きがあるやつがやっぱりいいと思うのでもっと可愛く撮りたい。これ多分あのラプンツェル選んでる人がちょっと悪意がすごいですよ。さっきから可愛いねって探してる。怖かった。趣旨変わってる気がするんですけど。じゃあ頑張ろう。もっともう一回行きましょう。もう笑えない。もう疲れちゃったし、アリエルもラプンツェルも上手にできないし、うん、なんかこれちょっと預かってるんで、ちょっと ありがとうございます。やば。え、なに、うん、もう一回だけ写真撮ろうね。ちょっと疲れたかな。疲れちゃったね。見たことない顔してる。ちょっと頑張ろうね。さっきの子撮影若干悪意が。アニメとか好き？うん。鬼滅の刃って知ってる？うん、知ってる。誰が好きかな？ジェイチュー。ジェイチュー。この子かな？この子？必殺技教えてくれる？引き引き。すごーい。うん。で、じゃあこの人たちは何て言うのかな？この人のお名前は？はじめくん。はじめくん、鬼滅に出てる人？白鳳記。鬼滅じゃないのに。この子は？白鳳記の。マサリョくん。じゃあ、どっちがいいかな。泳いでる方がいい。あ、いいね。あ、すごいかわいい。どういうこと？どういうこと？これはどうかな。ほら、マサリョくん、カメラの向こうにいるよ。すごい。あ、いいね、かわいい。すごい綺麗。いいね。エミちゃん、綺麗だよ。りょうくん行っちゃった。りょうくん行っちゃった。りょうくんここにいるよ。りょうくん可愛いね。どうでした、えみちゃん。楽しかった。うん、でも、うん、もう27歳に戻りたい。後半結構27歳でしたけどね。記憶にございません。じゃあちょっとタイムスリップするね、現在に。はい、バイバイ。はい、というわけでお疲れ様でした。あ、冷静。いや、なんか、はい、私は記憶にないんですけど、好きなものウーバーイーツって言ってましたけどね。本当ですか、うん、じゃあもうあれですね、本能レベルでもしかしたらそうなのかもしれないです。あ、もしかしたら予言ですよね。なんかたまにあるじゃないですか、ちっちゃい時はそういう能力あったんだよねみたいな、うん、なんか前世の記憶あるみたいな感じかもしれないです。なるほど。写真見ましょうか。ちょっと見ますか。冷静に見てください今の。あ、了解です、了解です、了解です。ちょっとですか、これ。はい、どういうこと？松田さんとアイコンタクトされてる時の表情ですね。どういう気持ちで言ってるんですか？
何事してるんですか、前の。これはあのちょっとすいません、私の頭。すごい三歳児らしい表情してますよね。これ。めちゃくちゃ三歳児の顔してますよね。いや、いやですよこの三歳児。誘惑してる三歳児の顔してますよね。もう誘惑してる三歳児ではありますけど。あ、これ可愛い。違うんですよ。あの誰がどっち側なんですか、マジこの世界。世界観どうなってるんですかね。本当の頭かしらってやつですよ。マジで。ネタじゃないやつですか。いよいよ来たなっていう。うん。やば、出た。たまに出るんですよ、こういう人。あ、すごい3歳児らしい。これですか。手振ってっていう時ですね。よくーって、見てるって。どういう顔ですか、これ。獲物捉え目をしてますね。あれ、ちょっと気になったんですけど、はい、これ、はい、こんなこと言うのに撮ってたんですよ、この顔の時を、カメラマンさんが。ちょっといじられてません。違いますよ、違いますよ。あどけない表情も撮っとくっていう。これは絶対いじられてますよね。可愛いなって。3歳児ってこういう顔するじゃないですか。オフショットも。オフショットです。はい。いや、やばいでしょ。これ平部先生が見たら合格っていう話し方です。下のはーっていうから。確かに。撮影中めっちゃ怖かったですよ、正直。僕だけまともなはずなのに、僕だけおかしいやつなのかなって。そうなんです。だから逆にやばいですからね。私は今日は3歳だったし、カメラマンさんもお姉さんもちゃんと3歳児の対応してたのに、うん、ティ君だけがやばいっすよとか言ってるから。本当こういうことなんですね、洗脳って。なんていうか。3歳の顔なんですか、3歳やりがちですよね。やりがちです。どこやりがちです。というわけで見事私は夢を叶えて3歳児になってチヤホヤしてもらいました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。